どうもー、赤坂圭一です。お願いします。朝からエクソエクソいやしゅ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 すいません、自分の中のニドラアサシンが出てきてしまいました。あー申し訳ないですね。ニドラアサシン出てきちゃったな。今日はね、漫談ということでちょっとやらせていただきたいなと思うんですけども、イラッとすることあるよね。イラッとすることある。まあ具体例は出てこないんですけどね。イラッとすることあるよね。イラッとすることある。あと、なんでそんなことするのっていう人いるよね。なんでそんなことするのっていう人。まあ具体例は全然出てこないんですけどね。全然出てこないね。何、具体例出てこなきゃ漫才やっちゃダメなのって話ですよ。ね、共感しよう、共感しよう。ね、あとあれ、びっくりすることあるよね。なあ、こんなこと起こるんだみたいな。ね、例えばガチャガチャやってて2個連続で同じもの出てきちゃうとか。弱いよね。弱い、出てきたけどこれ弱いよね、エピソードとしてね。ちょっと弱いよね。ごめんなさいね、こんなんでね。ちょっと最後はね、ちゃんときっちりね、謎かけで締めたいと思います。竹にすずめ TV と解きまして、あ、かけまして、冬の海と解きます。その心はですね、どうもありがとうございました。